アートホテル、石垣島は、沖縄県石垣市にあるホテルである。石垣島南部の高台に位置しており、海には近接していないものの、海側の客室からは、八重山諸島の島々や海を眺望できる。石垣市中心部の石垣港離島ターミナル、石垣バスターミナル、夕暮れなモール等には、車で5から10分の距離にある。1984年2月に、 南西グランドホテル石垣として開業。1989年4月にホテル日光八重山に名称を変更した。2007年には米国の投資ファンドローンスターの系列会社が株式の大半を取得して経営が異常され、2015年12月11日にはオリックスの系列会社に全株式が譲渡された。経営母体が変わった後も運営は 大倉日光ホテルマネジメントが続けてきたが、2016年9月からは、マイステーズホテルマネジメントが管理、運営を行っている。2017年4月1日には、マイステーズホテルチェーンのフルサービス型ホテル、ブランドである、アートホテル、石垣島にリブランドした。この間、2012年7月15日には、1階ロビー内に、石垣コミュニティ FM のスタジオが移転。 改局しており、これに伴って、ロビー周りをリニューアルしている。ありがとうございます。